ウェイトバンタロットのジ者マルセイユバンタロットのイ者ジ者はタロットの大アルカナに属するカードの1枚。カード番号は9。前のカードはウェイトバンが力、マルセイユバンが正義。次のカードはウェイトマルセイユの両番とも10運命の輪。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では、診療、忠告を受ける崩壊を意味するとされる。 ヘブライ文字はヨット、ただし、複数の遺説がある。黄金の夜明け団の説では、ケセドとティファレとのセフィラを結合する教に関連付けられている。以下のような小説がある。老人の持つ杖と衣装が、愚者と関連すると考えられ、愚者が当てのない放浪者を象徴するのに対し、このカードに描かれる老人は、元、放浪者と解釈される。 ウェイト版とマルセイユ版の両版ともカードの構図が左側を特に強調していること、並びに描かれる人物が一人であることなどから自身の内面における過去との対話、さらに復習や実習など学問的分野、反省や孤独など心理的分野の両面からカードの解釈がなされるのが一般的となっている。旅を終えた先輩として未だ旅を続ける後輩の 放浪者たちに手に持っている明かりで、先人、賢人の導きを与えている。ウェイト版とマルセイユ版を見比べてわかるように、22枚のダイアルカナの中で、ウェイトが大きく、構図を変更しなかったうちの1枚である。主な変更点を挙げるとすれば、奇妙なカンテラをかざす人物がフードをかぶった先人の、ような姿で雲の上に立っている点と、あとは全体の配色程度である。 この変更は、錬金術の回想、ヘルメストートがモチーフとされるためである。ありがとうございます。